はい、皆さんこんにちは、えー、レック不動産鑑定士講座で鑑定理論という科目の講師をしております不動産鑑定士の川原と言いますでは今回のテーマですね、えー、実は狙い名区教に強い不動産鑑定士の魅力というテーマでガイダンスをさせていただきます、えー、と不動産鑑定士は三大国家資格の一つと言われています、えー、と法律系の最高法資格が弁護士会計系の最高法資格がま公認会計士で えー、不動産系の最高峰資格と言われているのがこの不動産鑑定士ということになってきますただ他の資格と比べるとですねちょっとなかなか一般の人にはなじみが薄い資格だと思います、まあ、それがね逆に狙い目ということでもあるんですけどまずは鑑定士の仕事の中身業務内容について説明をさせていただきますえー、と鑑定士の仕事は大きくですね鑑定評価業務というものとコンサルティング業務という形で、ね、分けることができますまずは鑑定評価業務ですね、えー、どういった業務かと言いますと 公平中立な立場から理論に裏付けられた不動産の価格を求める業務を鑑定評価業務と言います、まあ、要は不動産の経済価値を判定していくらいくらという金額を出していくこういった業務が鑑定評価業務と言いますでこの鑑定評価業務はですね鑑定士にだけ認められている業務がこの鑑定評価業務となります。 でこの鑑定評価業務なんですが大きく2つに分類することができまして左公的評価と敏感評価という形で分類することができます公的評価というのはまあ、依頼主が国とか都道府県等々の公的な機関の場合ですまず公的評価代表例が地下工事と呼ばれるものですえっ、ー、と地下工事って言葉とか制度って聞いたことありますかねどうでしょうか 例えば、えー、と今年日本で一番高い土地は銀座のどこどこですとかあとは、えー、今日本で一番、ね、土地が値上がってるところは、まあ、インバウンドの影響を受けて、まあ、北海道のニセコ周辺なんですってこういったニュースで聞いたことはないでしょうかね。 国土交通省が全国2万6000ポイント地点について全国の鑑定士に評価をさせてそれを取りまとめて毎年1月1日での価格として一般の人に向上していくね示していく制度が地価工事と呼ばれるもの代表的な公的な評価の一つということになってきます続いて相続税路線化と呼ばれるものがありますえと相続税ってどのように決まるかってご存知ですかね相続税どのように決まるか それは路線化路線通りごとに平米あたりいくらという標準となる金額が公表されてましてそれに税率をかそ,れれそれにそれぞれの土地の面積をかけて、ね、かける税率することによって相続税というのは決まってきますでこれ国税庁から託を受けましてやっぱり日本全国の鑑定士が評価をして通りごとに評価をしてでやっぱり毎年1月1日での価格として標準的な金額として一般の人に示していくのがこの相続税路線価ですね。こちらも 代表的な公的な評価の一つということになってきます。あとは裁判所の競売競売案件に関わるものですかね。えー、っとお金借りて返せなくなってしまって、不動産を取り上げられてしまった。で、それをですね。まあ現金化するために、まあ裁判所の手続きで競売競売にかけられているということです。 で軽売競売案件には案件ごとに売却基準価格というのが付けられています。まあ、これぐらいを目安に入札してくださいに出てったそういった金額です。これ裁判所から委託を受けまして評価員で,ですけど評価員がしっかり評価をして裁判所に提出ですね。そういった評価です。この裁判所の軽売競売案件の評価ですね。こちらも代表的な公的な評価の一つということになってきます。あとは公共用地の 取得の場面とかですかね例えばある県が県の道、県道の道幅を広げるために詩人さんから土地を買わった場面ですピンポンすいませんお宅の前の県道ね道幅広げたいので、えー、土地を置ってくれませんかってそういったやり取りですそういったやり取りの場合は詩人さんはいや何々県さんあなた買い手の立場なんで、えー、提示している金額ってなんか買い叩こうとしていて安い金額を提示してるんじゃないのってこうね争いになっちゃってる部分があると思うんですねその時にいやいやこの 提示している金額は公平中立な立場から不動産の専門家である不動産鑑定士が理論にうざつけられた不動産の価格として求めた金額なんですよと示すことによって額自体に争いは生じないということになってきますすそんな方面ででも鑑定士の評価ですね求められたりします。 今公共用地の取得ですね、まあ、公的な機関が、ね、不動産を取得する場面の話だったんですけど逆に公的な機関が不動産ですね、まあ、土地なんかを売却するような例えば国有地を民間に売却するような場面になったとしても国有地というのは,は国の財産ですので適正な金額でやっぱり売却する必要がありますので、まあ、国有地の売却場面等々においても不動産鑑定士に評価を、ね、求められたりすることがあったりします。 要は世の中知られていないんですけど公平中立な理論的な不動産の価格というのが求められる場面が実は多々ありましてそんな場面で鑑定士の評価というのが必要とされてくるということになってきます。では続いて民間の評価ですね依頼主が個人ささんんとか企業さんです例えば不動産を売買にする時売買する時担保にする時。 あとは不動産を相続するときにあらかじめ価値を知っておきたいそんな場面で鑑定士の評価ですね求められたりします。あとは不動産を賃貸するとき要は不動産の賃料の評価というのも鑑定士は行っていきます。不動産鑑定士というのは不動産の価格だけを評価すると、ね、思われがちなんですけど賃料の評価もします。だから例えば不動産の価値が高かった時代にこう、ね、高い賃貸借約を結んでしまってずっとずっと更新できてしまった。 ね借りている事務所ビルは気に入っているんだけど周りの事務所ビルと比べると払っている賃料が割高なので借りたとしては次の更新時にオーナーに減額のね交渉したい減額ね賃料減額の交渉の資料として鑑定士に評価を依頼するこういう,ようなも面があったりします、えー、賃料の評価ですね結構依頼としては多い案件ということになってきますあとは、えー、M and A ですね。 企業買収の場面で鑑定士に評価を求められることがあります。えー、ある企業が別の企業をですね。まあ、買収するには、その買収先の企業の価値を知る必要があります。で、企業というのは通常不動産を所有してますので、企業の価値を把握する。一要素として所有する不動産の評価というのが必要になってきます。なので、m&a 企業買収の場面、なんかにおいても鑑定士の評価というのがこう求められたりします。 あとは不動産の証券化って言葉聞いたことないでしょうか不動産の証券化例えば大規模事務所ビル何十億何百億しますこれ一個人が買えるものではありませんただ不動産というのは市場で売り買いされないとね価値が上がっていかないどうするか一人じゃ無理なんだけど何千人何万人が小口で、ね、小口でお金を出し合えば大きな金額になるでしょうってことですまあ共同話みたいなものです では投資した人はどんな見返りがあるかというと大規模事務所ぶりというのはテナントから賃料収入を得ることができます得た賃料収入等々を投資家に配当する要は不動産を株券のように金融商品化することを不動産の証券化と言いますで不動産の証券化の代表例がリートと呼ばれるものですリートって言葉は聞いたことないでしょうかリアルエステートイン,ベストランえ不動産投資託、ね、不動産投資託です 本当に株のように今60ぐらいで上場されてますかね株のように売り買いすることができますこれ金融商品なので投資家に情報解除をする人がありましてリートの場合には必ず半年に一度鑑定士に評価をさせて投資家に情報解除をするってことが、ね、法律で義務付けられていますつまり不動産の証券化リートですね信頼性を担保しているインフラ的な役割を担っているのが鑑定士の評価ということになってきます はい、で一方でコンサルティング業務ですね、えー、不動産に関する困りごとを知識資格を生かして解決していくそういった業務ですこれ独占業務じゃないんですけど、えー、コンサルティングの例としましては例えばこう市街地を再開発していく時の権利調整ですね、えー、と鑑定士の中にはまちづくりに深く関わっているようなそういった鑑定士なんかもいます。 あとはここには示されてないんですけど、えー、と不動産業界もねグローバルになってますので、えー、とインバウンド例えば海外の投資家が日本の不動産を購入するときのコンサルティングアドバイスをしている、えー、そういった業務でえ頑張っている鑑定士なんかもね多くいらっしゃいます、まあ、語学を生かしてですね、えー、インバウンドですよね海外投資家へのアドバイスをするようなそういった業務で活躍している鑑定士なんかもね多くいらっしゃいます。あとは不動産業界で 一番注目されているのがこの CRE 戦略と呼ばれる場面ですえっ、ー、と CRE とか CRE 戦略という言葉聞いたことないでしょうかどうでしょうかこれコーポレートリアルエステートの略でして後ろ括弧企業が所有している不動産の有効活用提案アドバイスをしていくのが CRE 戦略の場面ということになってきます 点在化しているグループ企業を効率が悪いのでまとめて大きなね事務所ビルにまとめるとグループ企業横のつながりができ,できてくるので新しい商品なんかも開発することができますよみたいなアドバイスをしていくのが CRE 戦略の場面ということになってきます。 これはなんか個人の鑑定事務所が活躍する場面じゃなくて今大手の、ね、不動産会社はこの CRE に特化した部門を立ち上げてものすごく今営業をかけていますこれ、ね、今後不動産業界が伸びると言われているところなので、えーね、部門を立ち上げてて営業を、ね、かけていますこれは企業内で不動産鑑定士の資格を生かして活躍するような場面がこの CRE 戦略の場面ということになってきます。で鑑定士というのはは基本的には 独立開業型の資格と言われています同じ不動産系で言いますと、えー、司法書士さんだったり土地価格調,調査士さんさんなことと同じように、えー、独立開業型の資格と言われていますその中でも不動産鑑定士は独立開業しやすい資格と言われていますなぜかと言いますと公的な評価があるからなんですね先ほど説明した通り 動産鑑定士には様々なな、ね、公的な評価ありますこれだけ公的な仕事がある資格というのはなかなかね他の資格ではないとは思います。えー、っとあの弁護士さんの中の国選弁護というのが一応公的な仕事だと思うんですけどあの国選弁護というのはこう実際やるとなかなかねこう大変でなんかアルバイトぐらいの金額とならないって聞いたことありますんで、えー、トータルするとですねそれに比べると,、えーっとね、鑑定士の、ね、公的な評価というのはね適切な報酬がもらえます。 まあ公的な評価だけで食べていけるってわけじゃないんですけど、まあ、こう年収の下支えになりますので、えー、こう独立しやすい資格ですね公的な評価を狙い目ということになってきます。 とともに、鑑定士は独立するときの、こう初期投資がほとんどかからないと言われています。えっ、ー、と、土地家屋調査士さんは、独立するのに、こう測量の機会とか、何百万ぐらいかかると聞いたことがあります。それに比べると、えっ、ー、と、鑑定士は、こう自宅とパソコンがあれば、独立することが基本的にはできます。なので、独立の初期投資がほとんどかからずに、しかも。公的な仕事があるので、独立開業しやすい,い。そういった資格と言えると、まあ、ある意味狙い目と言えます。とともに、知られていないんですけど。 鑑定士は企業内鑑定士として活躍することもできます。こうインハウスなんて呼ばれるものですよね。えっ、ー、と土地家屋調査士さんとか司法書士さんが企業内で活躍しているというのは、すみません私が知る限りではあまり聞いたことはないんですけど、一方鑑定士は知られていないんですけど企業内で活躍している鑑定士ですね多くいらっしゃいます。 例えば先ほど説明した通り、り不動産会社の中ですとこの CRE に特化した部門を立ち上げてものすごく営業をかけていますのでそういった部門で企業内鑑定士として活躍している鑑定士ですね多くいらっしゃいます。あとは金融機関特に信託銀行ですね。 信託銀行は内定を出した学生に対して会社負担で鑑定士の勉強をさせてで入社と同時に鑑定士の試験を受けさせて鑑定士の資格を取らせるみたいなそういったことを行っていますつまり信託銀行の中には多くの鑑定士がです、ね、こう活躍しているということになってきますすあととはは鉄、ね、鉄道会社です今鉄道会会社社でで今いうのは半分不動産業です。 えー、例えば東京ですとこう、ね、渋谷の光カとか東急ですしあとは関西とかですと安倍のハルカスですかね、えー、近鉄さんですよね。えー、と鉄道会社というのは所有している不動産なので駅中駅地下高架線いかに有効活用するかというのが、えーこうねえー、と売り上げの、ね、大きなこうメインのところになっています。でそういった 所有している不動産の有効をでですすね、適切にアドバイスる、ね、ることとと、ができる資格者は誰かというとれ不動産鑑定士と言われていますので知られていないんですけど鉄道会社の中にも多くの鑑定士で活躍しています。あとは観光庁役所ですね、役所です。えー、とレックはこう財務省から委託を受けまして、えー、と仕事として鑑定士の資格を取らせるみたいなそういった業務を請け負ったりしています。 財務省さんは先ほどこう国有地を売却する場面とか、基本的には鑑定士に評価依頼する立場です。じゃ依頼する立場なのに、なんで鑑定士が必要かというと、依頼をして入手をした鑑定評価書が適切かどうかを内部でやっぱりチェックしたいみたいなんですね。なので財務省と国税庁なんかもそうなんですけど、内部で鑑定士を抱えておきたいということで多くの鑑定士ですね活躍しています。 あと例えば東京都庁なんかですとキャリア採用という形で毎年のように鑑定士募集したりしています。なので知られていないんですけど役所の中でも鑑定士のです、ね、仕事業務が求められているということになってきます。鑑、は、定、いえー、士の魅力なんですがねい目といえるんですが鑑定士は資格の使い方がいろいろとですね 自分が資格をどう使いたいかによってこの選択肢が、ね、複数選べるということですいやせっかく資格を取ったんだから一国一城の主として独立開業して稼いでいこうありです一方でいや自分は、えー、大手の鑑定事務所に入ってサラリーマン鑑定士としてキャリアアップを図っていきたいそういった選択肢もありですいやいや自分はこの鑑定士の資格を生かして一般の企業の中で不動産に関わることにですね えー、関わっっていいいきたたでですすねそういった選択肢もありですつまり資格をね鑑定士と資格を生かして独立会業サラリーマン鑑定士一般の企業の中で活躍するです、ね、いろいろ選択肢が与えられる選べるという意味では狙いい目の資格ととうことになってきますでは鑑定士の特にこの鑑定評価業務の仕事のねちょっと進め方を説明していきます。えー、不動産は鑑定評価するので必ず不動産について調査現地調査が必要となってきます。 でまあ、九州にある不動産を評価するのは誰が多いかというともちろん地元の九州の不動産鑑定士が評価することも多いんですけどただ九州にある不動産を所有している企業の本社が例えば東京とかにある場合には、えー、一般的には東京の鑑定士に評価を依頼するのが通常ということになってきます。なのでざっくり言うと鑑定士は月の半分が出張みたいなそんなイメージです。 つまりデスクククワワーーーとととフィールドワークがが半々ぐらいいのののの仕仕事事進め方が鑑定士の仕事の中身ということです私はあの鑑定士選んだのはか旅行好きだったというのもあるんですけどずっと机にしがみついてこう仕事をするよりもフィールドワークで外に出ることをね楽しめるところならばおすすめなのが、まあ、狙い目なのが鑑定士の業務ということになってきます。あとは鑑定士のこの鑑定評価業務仕事の進め方が請負い的な仕事の進め方になっています。 どうういいったことかというとか例えば複数鑑定士を抱えている事務所のボスが仕事を引き受けましたそうすると、えー、じゃあこの A 君君にこのね、えー 鑑定評価を任せるので2週間後締め切りを切るので僕の方に提出してくれないなとか提出してくださいという形でグループでの評価なくはないんですけど基本的にはそれぞれの鑑定士にですね鑑定評価を任せるのが通常です。まあ、1人1物件じゃなくて同時に何件を抱えるんですけどこれ責任も重大なんですけど締め切りにさえ間に合わせればどう評価を行っていくというのはもうそれぞれの鑑定士の裁量に任せられています。 受け負い的な仕事の進め方をすることができるということですね。なので実はまあ狙い目なんですけど、鑑定者は女性におす,すめの資格です、えーと。女性はどうしても。えー そ妊娠とか出産とか子育てとか仕事をね。こうセーブせざるを得ないタイミングが来ると思います。ただ、鑑定士は専門家で、しかも請負的な仕事の進め方をですね。することができるので、私の知らん女性の鑑定士もそうなんですけど、例えば子供を連れて現地調査に行ってで、自宅のパソコンで評価書を作って、それを事務所に送れば仕事が成り立つわけなんですね。請負的な仕事の進め方ができるわけなんです。 なので、まあ、仕事の量は抑えざるを得ないと思うんですが仕事をやめずに、まあ、鑑定士で、ね、続けることができるそれは浮世的な仕事の進め方ができるからなので女性におすすめでかつ、まあ、男性でも例えば介護とかこうライフバランスを考えなきゃならないそういったタイミングが来ると思いますそういった意味でもね、まあ、狙い目ですよね、えー、ライフバランスに合わせやすいという意味では鑑定士ですごい魅力のある資格ということになってきます。はいじゃあ 鑑定士になるためにはじゃあどういった試験を突破する必要があるのか今度は試験制度について話を進めていきます。はい、えー、っと鑑定士は大きく捉えますと担当式試験と論文式試験の2段階選抜方式の試験制度になっています。まあ、公認会計試験なんかと同じような試験制度になっています。 で、まずは担当式試験からですね。えー、と科目というところですね。確認して、担当式試験は行政法規という科目と鑑定ルールという科目の2科目で試験が課せられます。えー、と行政法規不動産は買って気ままに使えるものではなくて、様々な規制法律があります。 えーと建築基準法とか都市計画法とかそういった法律名いて聞いたことないでしょうかねそういった不動産に関する37の法律について学んでいくのが行政法規という科目になってきますもしもあの宅建試験とか勉強されている方は宅建試験で学んだことの4割ぐらいが重なってくるのがこの行政法規という科目になってきます一方鑑定理論という科目ですね名前の通り不動産を鑑定する時の考え方理論を学んでいくのが鑑定理論、えー、これ、ね、専門科目です 鑑鑑定士としての専門,学専門科目が理論ということになってきますいずれも卓越式ですねマークシート方式で問題が出題されましてそれぞれ100点満点の合計200点満点で試験が課せられます。でいつ試験が行われるかというと例年5月の中旬の、まあ、第2日曜日母の日が例年ね担当式試験の試験日ということになってきます。 ではどれぐらいの点数を取れば合格することができるのかということです。となると願書には示されています。だから鑑定試験はの相対評価の試験ですなので問題が優しければ合格ラインは上がっていきますし問題が難しければ合格ラインは下がっていきます。じゃあ近年はと言いますと表になってまして大体いいですね まあ六十五パーセントから高くても七十パーセントですね。七十パーセント以上になったことはありませんので、まあ、どんな問題でも七割取れれば合格することができるのが担当式試験ということになっていきます。ではどれぐらいの率で合格しているのかと言いますと、ええ、この年度なんですが、担当試試験合格率まあ三十二強ですね。要は 3人に1人が合格できる試験が担当式試験、まあ、比較的受かりやすい試験が担当式試験ということになってきますで担当式試験突破しますと続いては論文式試験ということになってきますであの科目なんですけど行政法規という科目はこれ担当式試験だけの科目ですので論文式試験ではなくなります一方鑑定理論はこれ専門科目ですので論文式試験においても鑑定理論は出題されます えち聞けますね。加えて民法経済学会計学ですね。計4科目で試験が課せられるのが論文式試験ということになってきます。この科目数が多いというのが論文式試験の特徴ということになってきます。で、いつ試験が実施されるかというと、例年8月上旬の同日月の連続する3日間が試験日ということになってきます。最終日月曜日ですので。 お仕をされている方はですね、事前にお休みにとっていただく必要がありますこれ真夏真夏の中3日間論文文章を書き続けなきゃならない試験ですので結構体力勝負的な試験とも言えますでこれ論文式試験合格するためのポイントは科目が4科目ありますのでバランスよく学習をしていくことが重要です特に苦手科目があると論文式試験ですね、合格が厳しくなってきます 当然論文式試験も相対評価なのでとにかく皆が書けるような問題を同じように書けるようにしていくですね。苦手科目をなくしてどの科目も平均的に点数を取れるように底上げをしていくそれが論文式試験合格するためのポイントということになってきます。でどれぐらいの率で合格できるかといいますと2019年度は論文式試験ですね合格率14.9%まあ15%ほどですね。要は 7人人に1人が合格できる。まあこの7人というのは担当式試験合格した人7人のうちの1人ですのでなかなか論文式試験は厳しい試験だと思いいます。でいつもこれ言い訳的に言うんですけどこの合格率の厳しさは資格を取った後のこの資格の使い方と大いに関連性があります。つまり 比較的取りやすい合格率の高い資格試験というのはじゃあその、ね、試験合格してすぐに就職転職に直結するかというとなかなか厳しい面はあると思います一方で司法書士さんなんかもそうなんですけど合格率が厳しい試験というのはもちろん受かるのは大変ですただ受かりますと希少性を生み出しますので就職転職に直結するということになってきますでは続いて鑑定試験の、ね、特徴ですね 大きくポイントが2つあります。まず一つ目のポイント担当式試験合格者は翌年、翌々年の2年間、担当式試験が免除になります。つまり、一度担当式試験に合格しますと、論文式試験が最大3回受験できるね。受験できる制度になっています担当免除制度言葉変えるとね。いわゆる三審制度というものになっています。 特に鑑定試験はまあ8割9割働きながらね勉強されている方が多いです。なのでこの担当免除制度をうまく使っていただくというのがまあね合,理ね合理的な合格の仕方ということになってきます。続いてポイントの2ですね短期合格が可能になるとなっています。 学生等の若年層の方や不動産分野での職務経験のない方にも積極的にチャレンジしてもらうために短期合格が可能になるように2016年度より試験問題の見直しが実施されています。今鑑定業界ですねものすごく人手不足なんですね。えっと、鑑定士というのは、 鑑定士として登録しているのは、全国にまあ約8,000人ぐらいしかいないと言われています。えー、と弁護士さんが確か4万人とかで、公認会計士が3万人とかね、確かそんな人数でしたので、桁が違いますよねそもそも絶対数が少ないところ、さらにえと実際、鑑定士として仕事をしているのは、そのうち6,000人ぐらいと言われています。人人ぐぐららいいですね6000人ぐらい でこの6000人のうち60歳以上の方が4割を占めていますこれかなりいびつな構造になってるわけなんですねでこの公的な評価の定年というのは70歳になってますのでその60歳以上4割を占める60歳以上の方が定年になってしまうと一気に鑑定士の人数が少なくなると言われてますね国土交通省は危機感を持ってましてで 短期合格可能なるようにいろんな方特に学生等と若い方にね受験してもらうように試験問題ルの見直しを行っています単純に言うと試験が受かりやすくなっていますそれまではベテラン重視の知識量重視のそういった問題が出されていましたこれ実務的な問題なんかも出ていたんですねそれが変わりまして要は基礎を重視した初学者でも短期で受かりやすいようなそういった問題採点に変わっています 実際本当に短期で受かる人増えています5、6年前まで,でと担当論文一発で受かる人ほとんどいなかったんですけどここ2、3年はね担当論文一発で受かる人が増えてきています本当に受かりやすくなっていますなので人手不足でライバルが少ないということですよね少ないですでかつ、えー、今ね超売り手市場ですやはり、えー、就職条件も売り手市場ですでしかもね問題が見直されて受かりやすくなってますのでそういった意味ではこう狙い目の資格が不動産鑑定士ということになってきます では鑑定士合格するためには、まあ、まあどれくらい勉強時間を確保する人がいるのかちょっと目安を説明していきます。まず担当式試験合格するためには講義の時間も含めて大体500時間ぐらい勉強時間を確保していただければ、まあ、合格することができると言われています。 一方論文式試験は科目数も増えて論文文書を書く訓練もしなければなりませんので、まあ、最低でも2,000時間ぐらいは勉強時間確保していただく必要があると言われています。まあ、合計しますと最終合格にはまあ2,000から2,500時間ぐらいの勉強時間が必要なんだということになってきます。で踏まえてでは鑑定士になるためにデックとして提供しているコースはどういったものがあるのかという話を進めていきます、えー、と3つのコースがあります。 まずは、とにかく最短で鑑定士になりたいそういった方におす,すめのコースがありましてそれがこちらですね2021年度に一気に最終合格担当論文を受かってしまうですねそういったコースということになってきます。で このブルーのラインのところが、まあ、これ担当のコースですね。担当のコース担当のコースとともにで下の赤いラインがこれ論文のコースですね。論文のコース。論文のコースとしましては知識をまあ、ね、インプットしていく論文基礎記の部分とあとは知識をですね実際にですねアウトプットしていくですね実際問題を解いていきますアウトプットしていく 論文完成期のまあね当連等々ですよね。これ成り立っているですね。こうフルパッケージのコースが担当論文フルコースということになってきます。例えば比較的時間が取れる学生の方だったり、あとはえっ、ー、と司法試験とか公認会計試験合格している方は論文科目の一部が、ね、免除になります。なのでそういったね司法、えー、試験公認会計士を受かったような方はこのフルコースで一気に受かるところで十分可能です。 あと働きながらであったとしても比較的早い段階から例えば春からだったり夏から勉強を始めることができる方ならば働きながらであったとしても今ね受かりやすくなってますので十分担当論文をフルで一発合格することが可能になっています。とは言ってもやっぱいきなりフルコースはハードルが高いという方もねいらっしゃると思います。そういいった方におすすめなのが続いて 2021担当論文基礎コースというものになっています122回のコースです、えー、と担当のコースをメインにしつつメインにしつつ論文のコースとしましては知識をインプットしていく論文基礎記の講座だけをつけたのが担当論文基礎コースというものになってきますこちらの特徴メリットは 学習の進度に応じて論文式試験の受験年度自らね決めることができるということですつまりは担当論文基礎構想を取っていただいてお仕事のバランスを取っていただいてこの論文基礎の知識をインプ,インプットしていく講座でうまく消化することができましたうまく消化することできたならば2021年度向けのアウトプット部分のえ講座を追加的に取っていただいて 2021年度の論文本試験をですね同時に受けてみようって判断もありですじゃなくてなかなか仕事が忙しくてうまくですね講座が消化しきれなかった場合には1年目は担当だけをですね合格することを目指して。 2年目に2022年度向けの論文のアウトプット部分の講座を取っていただいて2022年度の論文本本試験を本気ででで受けてみようという形で選ぶということですね自分のね学習の進度に応じてフレキシビルに本気で論文を受けるです、ね、タイミングを選ぶことができるというのがこの担当論文基礎コースということになってきます。 ただいやさすがにちょっとね仕事が結構忙しいのでちょっと論文を見せるのは厳しい。段階を踏んでせっかく担当免除制度があるんだから1年目は担当で免除制度をうまく使って2年目は論文に専念するって方が自分には合ってるって方もいると思うんですね。それもありです。なのでまずは1年目は担当だけのコースということですね。それもあります。 それがこちらですね2021担当合格コースですね、全50回のコースということになってきます。 えー、2021年度の担当だけのコースをね合格を目指すコースこの中にはテキストから過去文が全部入っていますのでこのコース取っていただくだけで十分ね担当を、ね、受かる実力身についていきます。で見事担当に受かっていただいたならば2022年度の論文合格コースを取っていただいて、まあ、論文だけの、ね、部分のコースを取っていただいて論文の勉強に専念していただくという、ね、そういったコースということになっていきます。えー、コースとしては3つですよね もう最短で浮かれて担当論文フルコース。いやいや論文をね。多少見せたい、えー、担当論文基礎コース。 いやいやもうね段階踏んでまずは1年目は担当から担当合格コースですね一応3つのコース用意していますそれぞれね仕事のお過ごしことにいろいろねライフバランスあると思いますのでえ自分のねこう生活スタイルに合ったコースを選んでいただいてまあ本当にまあ鑑定業界人手不足で今変革期にありますので鑑定士興味持ってだいただならばいずれからコース取っていただいてね,ね最短で早くね鑑定士になっていただいてえ次の鑑定業界の担い手にこう皆さんがなっていただけたならばえ嬉しいなって限りになってきます。 はい、じゃあ以上をもちまして、私のガイダンスを終了させていただきます。ありがとうございました。